こんにちは、佐野ひな子です。前回ベースメイクとかを紹介してたんですけど、今回はまた他の私の普段使ってるコスメをまた紹介したいと思います。まずは私がこれ眉毛を紹介したいと思います。私の眉毛はルナソルのスタイリングアイゾーンコンパクトナチュラルブラウン01番ですね。これでもこれ4色使ってます、本当に実際で。眉毛は基本最近これで描いてます。私ふみの筆で描いてます。多分アイシャドウ用です。これでこの辺をトントンって取って眉毛の下をね、私は埋めますよ。で、眉毛の下とか埋めて上の部分もこう描いて、間埋めるのはこの一番明るい色と下から2つ目の色、この辺でちょんちょんって取って真ん中をこうなじませる。で、あとは眉尻とかはこの一番濃い色たちをちょんちょんって取って伸ばす感じ。私結構眉尻は長めに描いてます。中国人の女性がすごい好きで、みんなこのシュッシュッって長いんだよね。これに憧れています。今こんな感じで埋めるんですが、もう一つこのコスメデコルテのコンツーアイリングパウダーアイブロウ、これも使います。これはトーンはこの2色なんですけど、これはハイライトとかノーズシャドウとかになるんですね。なのでこれで眉毛の調子をこう見て、あーなんかこの辺もうちょっとぼかしたいなって時はぼかすようにこの2色使ってちょんちょんってぼかしつつ、ラメがちょっとだけ入ってるんでこの辺の色を眉頭のこの下とかにこういくとちょい鼻高くしたいなみたいな。でこれの付属のこの筆を使ってこの辺ね、鼻のシュッシュって、鼻先が丸いからこの辺ちょん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 ってほんのちょっとだけ使ってます。次アイラインやります。私はでアイラインはこのジョンセンムルのリキッドアイライナー、ブラウンとブラックで、全部ブラックにしちゃうとかっこよすぎちゃう、クールすぎちゃう。目頭の方は茶色を使ってます。インラインとか目尻のこっちは結構黒で描いてます。この筆がね、超細くてね、すっごい描きやすくて、あと落ちない。茶色も薄くないんだけど、このね、呼吸はね、これは茶色で埋めます。結構ナチュラルめになるかな、自然な感じで。はい、全然落ちないから超おすすめ、ジョンセンムル。アイライン終わったらアイシャドウ、フーミーのアイシャドウパレット、これはパープルピンク、パールベージュのマルチグロースティック、これ本当はフェイスカラー、チークカラー、リップカラーなんだけど、このなんかグロー感がすごい好きで、チークとかにも本当慣れるぐらいしっとりしてる色合い。全然こうあんまりわかんないでしょう、このこれをこのままスティックから直に取って根元にこうやって塗ってます。超ナチュラル。アイシャドウは本当はナチュラルの方が好きで、ちょっと派手にしたいって時はこの風味のピンク目が好きなので2色を取って、またこの肌で一回なじませて、こういうのを取って際にこうトントンのせるぐらい、本当にちょっとだけ使ってます。そしたらビューラーとマスカラかな。でビューラーはマキアージュ、マキアージュがいい理由はカーブがこう上がりきらない感じが好きですね。ここのカーブがね、なんか私の目にはヒットしてるんですよね。マスカラ紹介しますね。気分によって違うんですけど、こんだけ紹介します。ポーラの BA のシリーズですね。これの良さは漆黒って感じなんですけど、今日とかもちょっとして、これはね
カール力が落ちない、超おすすめで、クラランスのダブルフィックスマスカラ、これは本当透明なので下地にもしていいんだけど、これ私はこうトップコートみたいな感じにまつげをばらすときに使ってます。今日はこのロディアル、これはですねイタリアのコスメかな。これはね超ボリューム、ロングとか塗るだけで、あ、ほらすごくない？一回塗っただけでバサッてするんだけど、これはいい感じ。これに、これはロディアルのスタイリッシュ、これ細くなるので下にはこっち使ってます。と塗るだけで目元がはっきりとする。これのおすすめはロディアル、まあ人と被らないものっていうのですごいいいなって思って使ってます。でも普段は結構これで一回目をこうキャッてカールさせて、もしボリュームが欲しい時にこうプラスアルファで使ってるかな。はい、ロディアルはこうセレクトとかでしかないかもしれないけど、海外のものなんでエストネーションとかかな。はい、ネットでポチお願いします。あとは、あ、チークね、チークもフミなんだ最近。はい、フミサンシャインオレンジで、特に好きなのはこの真ん中とこのゴールド味を足してこの辺に塗ります。これもトン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 って混ぜたら、一回手元とかでなじませてから、塗ります。はい、最後はリップです。リップ超好きなんですよね私、なのでいろいろ紹介したい。まず紹介するのがこれ、なんて読むんだろう、これブックスオーム絶対違うと思うんだけど、コメント欄に正解ください。 BUXOM、 これリップなんですけど、見て超可愛くない？このクレヨンみたいな、これでなんかこのリップがすごい好きなんだけど、好きな色が全部完売してて買えなかったっていう、悲しいけどリップだけ買ってきました、アメリカで。はい、下地系もう一個優秀なのがこれ CO ビゲロビゲロかこれが普通のリップクリームなんだけど、これはなんかこう軽くて、これはしっとりしてるから、唇のこのやっぱ状態によって変えてます。で結構ね、見てわかるようにピンクなんだけど、ベージュっぽいんだけど、本当ピンクベージュみたいな色で、これも茶色寄りのベージュピンクで、このジョン・センムルもほら、このヌードピンクみたいな色、これはバニラコのティントで、これもジョン・センムルのマットグロ、これもフェンティビューティーのグロス、みんなこうピンクヌーディーみたいな色買いがち。あとはフミのリップペンシル、これはマットクレヨン、リップライナーみたいな感じで唇の縁とかから全然色落ちしない、おすすめ。これ RMK、 これもちょっと茶色寄りなんだけど、これは1本でこう時短メイクしてるって時にこのリップを塗ります。はい、あとは唇をポテッとさせたいって時はこのリップアディクトアイスキンか、リップマキシマイザー、このディオールのマキシマイザーのラズベリー、色によって変えてますけど、これ塗るとポテッてする唇になります。で好きな色がこれ、色味は本当にベージュピンクみたいな色なんだけど、ティッシュオフしても可愛いぐらいです。これはすごく好き。こんな感じかな、で出来上がり。リップって本当にいっぱい集めちゃいがちだけど、本当に集めちゃう理由はこう色味を変えるだけで、よく変わっただけでこうリップも変えるっていうので、もうテンションとかも変わるので、こう参考にしてみてください。以上です。バイバイ。